メタジャーは、プライバシーを保護するメタ検索エンジンの一つである。ドイツが拠点であり、ドイツの NGO、つまり EV、Association for Free、Access to n e やハノーバー大学の協力によって、ホスティングされ、システムは独自の24の小規模なウェブクローラーの上に、構築されている。2013年9月には、 英語版の検索エンジンとして m e t a g e r n e t が開設された。検索クエリは50の多くの検索エンジンに中継される。検索結果はユーザーに提示される前にフィルター処理、コンパイル、ソートされる。ユーザーは検索エンジンを選択し、その他のオプションを自分の意思でクエリとして実行できる。プライバシー保護関連の特徴として、 メタジャーに暗号化接続サービスを通じてアクセスすることができることが挙げられる。2013年12月時点では、トアの秘匿サービスによって、トアネットワークからメタジャー検索機能を利用できるようになっている。2014年からは、結果ウェブページを匿名で開くことができるオプション、オープンアノニマスリーも提供されている。2013年8月29日以降、 英語版のメタジャーが利用可能となっている。メタジャーのソースコードは2016年8月16日に GitLab 上にて公開された。ありがとうございます。